チャオ、あっちゃんです。今日は6月1日、お昼ご飯、あっちゃん一人のお昼ご飯です。ということでね、またね、冷蔵庫の残り物で何か作りたいと思います。はい。ね、冷蔵庫にね、カットトマト缶がね、残っててね、使っちゃわないとカビ生えちゃうからね、使っちゃいます。で、お肉もね、ちょっとね、賞味期限が切れて、5月25日で賞味期限切れた豚肉が冷蔵庫にあったからね、使っちゃいましょう。子供に使うのはちょっとね、微妙やから、あっちゃん食べます。はい。子供も大丈夫だと思うけどね、うちの子は。はい、で、ちょっとね、今日はね、油使います。オリーブオイル使います。はい、オリーブオイル使って、牛肉炒めていきます。あ、牛肉じゃない、豚肉や。ほんまね、鶏肉で作りたかったの。やっぱね、トマトに合うのはね、豚も合うねんけど、鶏肉方が合うと思ったけど、鶏肉がね、解凍してないのよ。はい。だから、豚肉使います。はい、この豚肉がしっかり炒まったら、玉ねぎ入れます。玉ねぎ薄切り。これもね、残ってたのね、玉ねぎです。はい。でね、あともうあっちゃんに、残ってたなんか適当に入れたら OK なんだけどもね。まあね、玉ねぎの他ね、キャベツでも、レタスでも、何でもね、お野菜、人参でも、何でも適当に入れてください。今回ね、ヤマトマナが余ってたから、ヤマトマナを一束、入れたと思います。はい。ヤマトマナとかやってたら、時間差で後から入れます。玉ねぎをね、ちょっと入れて、いい香りが出てくるまで。玉ねぎの香りをね、トマトに入れたんです。ニンニクの香り入れた方が美味しいんだけど、ニンニクね、まだ昼間やから、どこどこ行かへんのかな。昼間やからニンニク使うのやめます。はい。で、玉ねぎの香りを牛肉に移します。たっぷりね。で、炒めて、ここにヤマトマナ入れます。もうこれマナじゃなくても何でもいいよ。適当なお野菜に、残ってるお野菜入れてください。で、さーっと、しんなりになるまで炒めます。で、お野菜系がしんなりしてきたら、塩コショウでさっと下味つけて、カットトマト缶を、4分の1、3分の1、半分、まあ、好きなだけ入れてください。あっちゃん今回ね、半分残ってるから、半分全部使っちゃいます。かびちゃったらもったいないからね。はい。カットトマト缶を半分入れて、ドライバジル1つ缶、イタリアンに塗ります。で、これね、ソースを味見ながら、塩コショウで味付けします。今回塩コショウね、クロイタールテンダルス使った。ハーブ使った方がちょっとイタリアンになるかなと思って。はい。で、ちょっとね、塩コショウでトマトに入れて。コショウいきます。はい。で、アクセントに、デスソース。入れすぎると痛い目になります。ほんの一滴ね。これぐらい。ちょちょぽちょっと入ってます。OK。入れすぎちゃダメよ。で、最後にね、ご飯を入れて、なじましたら完成。ご飯好きなだけ入れてください。食べたいだけね。あとはね、今日はこっちもちょっと濃くなるね。お茶碗一杯ぐらいです。はい、最後ね、味見て、塩コショウで味を整えたら完成です。はい、できました。冷蔵庫にあった適当な残り物で、イタリアン風なリゾットと、適当なさ、お野菜でサラダ。これであっちゃんのお昼ご飯食べたいと思います。はい、ね、サラダやっぱりこれね、シーザーサラダのドレッシング。さっぱりね、今日はね、もうでもよかったんけどね、レモンと塩とお酢でパッと作ってもよかったんけど、なんかシーザーサラダが食べたくなって。はい、では、サラダからいきます。それくらいの。美味しい。大好きなんです。ではね、リゾット食べたいと思います。美味しい美味しい。デスソースがね、アクセントになって、ちょっとピリ辛で美味しいです。デスソースはね、使い方間違うと、本当にデスソースの悪魔のソースやねんけどね。ほんまね、お料理に一滴とかで、まあ、全然アクセントになれば大丈夫。もうね、バカみたいにあれをたっぷりかけたりとか、舐めたりとかしたらね、ほんまに死んじゃいますから。デスしちゃいますからね。はい。あれはね、
ほんの一滴だけ使う調味料。だからチャーハンとかにも一滴とか使ったらすごい美味しいよ。うん、キムチチャーハン。いやこれね、まあデスソースチャーハンとかありやからね。うん、なんかいいのはいいんだけど、みんな使い方間違ってんのよ。今もね、朝からオイルの動画撮ってんけどもね、オイルの使い方を間違えるとこう悪あのダメな評価になるけど、使い方ちゃんとした使い方をすると本当にいいんだよいう話しててんけど、一緒一緒、調味料もね使い方間違えるとダメだよ。うん、うん、ほんまにね、あのアラビアータに、アラビアータほどね暴力的じゃない。もうちょっと食べた後口の中がヒリヒリ。夏はね、あのピリ辛が食欲をそそんので、冬はピリ辛は体温まんのね。新陳代謝が良くなるから辛いのはいいのはいいんよ。ただ辛いだけのものを、辛すぎるもの食べると体に悪い。やっぱりいいもん刺激するしダメだね。うん、特に今ねちょっとあっちゃん言い荒れてるみたいで、ベロンとかできもんできてんだけど、でもねあんまり辛いのはダメやけど、これぐらいほんまにデスソース一滴程度の辛さはちょうどいいんよ。はい、で、うん、もちろん、うん、あの作ってる途中でデスソース入れんくってもいい。で、塩コショウはアルペンダルツ、普通アルペンダルツ、あの黒板アルペンダルツ、ハーブ塩を使ったけど、普通の塩とコショウでも美味しいし、お野菜なんて冷蔵庫にあるものでいい。ただね、あの外せへんのがトマト缶とお肉、豚でも牛でも鶏でも何でもいい、まあ、鶏の方がベストやと思う。と、玉ねぎかニンニク、うん、で玉ねぎかニンニクでお肉とかにちょっと香りを移して、でそれもねみんなにふわっと香りを移すから、玉ねぎかニンニクの香りを移すものとお肉とカットトマト缶だけ外せない。あればバジルとかね、ハーブとかがあればさらに美味しくなるね。で、デスソースって、うん、ピリ辛にしたらアクセントになっていいの。うん、だから入ってアレンジしてみてください。辛いのダメな子供ちゃんは、子供ちゃんというか辛いのダメな人とか子供ちゃんにはデスソースを抜いてください。で、子供ちゃんにはカットトマト缶じゃなくケチャップでもいい。トマト、あのチキンライスみたいな感じになっちゃうけど美味しいよ。はい、まあ、カットトマト缶の方がね、カットトマト缶とハーブの方が本格的な味になるから、うん、美味しい。多分ね、炒め飯屋さんで出てもいいような味になってるよ。うん、お金取れるよこれ。それぐらいの味、うん、美味しい。こういうね、手軽な、手軽にイタリアンチックに作る俺得意なんよ。もとね、イタリアン好きやから、うん、ね、イタリア系のお料理好きなんよやっぱり。うん、とかパスタとかリゾットとか、うん、大好き。うん、でポモドーロ、トマトね、うん、イタリア語でトマトのことポモドーロって言うんだけど、ポモドーロが好きなんよ、使うのね。だから、うん、で奈良県民やからね、大和マナを使って郷土料理でございます。マナなかったもいいよ別に。前さっきも言ったけどレタスキャベツでもいいし、小松菜でもいいし、別に何でもいいの。うん、ただね、青みが欲しかったから、うん、青い系の野菜でマナが残ってたからマナ使っただけで、うん、お料理って見た目もあるから、うん、こうほら見た目に青いのあるけど綺麗でしょ。青って緑黄色野菜、うん、で人参入れてもよかったんけども、人参サラダに入れたからもういいやと思って。結構ね、だからお野菜も炭水化物もタンパク質も入ってるし、バランスよくヘルシーなお昼ご飯ですよ。うん、めっちゃカロリー低いよ多分。うん、油もね、オリーブオイルやし。あ
ちゃん結構ね、あっちゃん家の料理って、うん、低カロリーなのが多いね、うん、お肉使っても、うん、こんな感じでございます。はい、おいしい。味はね、トマトのね、カットトマト缶を煮詰めていくとすごい濃厚なのよ。でもトマトの味を超えてすごい旨味が出るの、うん、でそれに塩コショウっていうのがすごい合うし、玉ねぎとかニンニクとかのああいう香りの強いお野菜がすごい合うんね。で、ヤマトマナの食感とほろ苦いのがね、うん、アクセントになるし、ね、豚肉もね、豚肉はよく炒めるの、香ばしく炒めた方が美味しい、旨味が出るから、うん、でそれがね混ざってバジルとかハーブソルト使ってるから結構、うん、本格的にはイタリアンの味になってるよ自分の言うでもなんだけど、今日の日替わりリゾット、奈良の特産を使ったヤマトマナのポモドーロリゾットみたいな、うん、でメニューで出すと多分お昼のリゾット680円とかでサラダ付きみたいな感じでメニューになるかも。ね、お料理好きになっていろんなレシピ考えて、多分レシピ数ね3桁とか言ってると思う、うん、何百ってあると思うんだよね。だから、無国籍料理店したかったんよ、レストランね、あっちゃんず、リストランってあっちゃんそんなしたかったんけど、あっちゃん自分シェフで作るの嫌やから誰かにね、あっちゃんのレシピを伝授して作ってもらうお店を経営したいなと思ってた時期もあったりしてね、うん、それには資金が必要やから、うん、ね、スポンサーとしてくれる人探さない企画はいくらでも湧くのよ。あっちゃん結構昔からね、いろんなアイデア湧くん、でもお金なかったり嫌な面倒くさかったりで、結局企画倒れが多いんよ。そんなん全部企画ね、ものにしてたら多分ね7割8割成功してて、こいつも億万長者になってたかもわからんわって思うこともあるんだけどね、うん、やってないから言えることです。やってたらもう借金抱えてるかもわからへんけど、でもいろんなあんねん、スイーツも作れる、スイーツ作れるか、スイーツのレシピもあるし、うん、お料理のレシピもあるしね、食べ物系やったら困らへんぐらい、うん、とかね。まだ日本に入ってへんけど、イタリアって街中であるファストフード、パニーニ屋さんとかね、あんなのやりたかったし、絶対パニーニって美味しいよ、うん、ファストフードでやるんやったらいいなと思うんだけどね。あれ、面白い企画はあんねんけど、なかなか行動に移さない、うん、何ね、でソースもね後からかけるんじゃなく
炒めてる時に入れて熱入れるのがコツな、うん、熱入れたら辛みの尖りが飛ぶんよ。ただかけるだけだと尖った辛みが出るのね。でも辛みっていうのは熱に飛ばされるから、うん、感じに、うん、味がマイルドっていうほどマイルドになってへんけどね。ヒリヒリはするよ。でも、うん、尖りはなくなるの。うん、美味しいけどお腹いっぱいになってきた。ご飯少ないめにしたのに多かったよ。卵に巻いてちょっとピリ辛のオムライスにしてもいいかもからね。で上にソースケチャップかけて巻くするんじゃなく、うん、ケチャップとでレッソースかタバスコちょっと待ってちょっと辛み入れるとかマスタードかけても美味しいかな。そんな感じでね、うん、オムライスにするのありかもわからんね、これ。もうお腹いっぱいあるじゃん。ということで、ね、ちょっとサラダを先食べて。うん、なんか面白い。どうしよう。そしてまた後で食べようかな。夕方お腹減ったら食べるかな。なんか、ね、晩ご飯に温め直して食べてもいいけどな。でも晩ご飯炊きたてご飯食べたいしな。明日チンして明日朝食べてもいいけどね。タイヤは結構葉っぱり系が多いから朝からでも食べられるんよね、うん、これそうやん。おにぎりにして衣をつけて揚げチーズとか混ぜて揚げても美味しいかもからね。めんどくさいけど、うん、いろいろ、ね、お料理ってバリエーション広がるよね、うん、ということで、ちょっとね、こんだけ残っちゃったけども、ごちそうさんします。サラダだけ食べて。食べ過ぎるとね、お昼しんどいよ。もう健康になって。ということで、ごちそうさましたいと思います。では、ごちそうさまでした。美味しかったよ。うん、ただ、量また間違えて、ご飯が多すぎた。あっちゃんのお茶碗、軽く一杯程度のご飯入れたのにね、多かった。はい。ということで、今日またお昼からいろいろ動画上げていきたいと思います。お昼からまた動画も上げていきたいと思います。次は3時のおやつでお会いしましょう。では、またね。バイバイ。